1983年に竣工した青葉学園の複合体館、複合体館、世田谷の狭い敷地にドーンと一つに固めて体育館を作ろうという企画で、パンテコンの近田さんがこれを受注したんですね。コンパクトな体育館、要するに体育館であるし、それからそれのために必要なプールだとか、なんとか必要なものを全部そこに入れちゃおうという、その随分欲張ったプロジェクトなんですね。それでね、ここに今屋上に体育館があって、下の階は学校の教室とかになってて、地下にプールがある。この敷地にぴったりと入れた体育施設の話なんですけれども、近田さんの得意技なのね、その敷地が狭ければ狭いほど彼はやる気がものすごく出てきて、それでめちゃくちゃにその細かいところにギャッギャッギャッと全部詰め込むと、地下にプールが入ると、その上に行くと学生のためのいろんなこういう体育関係の部屋とか事務室がまであると。でここが入り口になっていて、学生ホールはこのメインのところに入ると。それから上に行くと、はい、同じような保育室と会議室がある。幼稚園も兼ねてるんだね。それでこの上に行くと、で体育館がある。でこの体育館は大きな楽屋があって、ここにステージになったのね。でここに椅子を並べて、いろんな公演もできる。それでこっち側からこのギャラリー、観客席をこの体育館を見渡すことができるという企画なんです。ここに4つのコアがあるのね。上下に行く階段室があって、それでこの体育館と、それから中間の床と、それから一番下のプールをどうやって作るかっていうことになって、結局この屋根を大きなその梁を渡して、それでコアのところに着地させると。それであとはもうそれに トラスを渡して屋根を作るということに、まあ、結局なったんだ。これがその断面図ですね。地下にはプールがあって、それでこの上にこの床が1枚できる。そこからもう一つ上にこの体育館の床があって、それで屋根があると、こういう構成だから、ここには大きな梁が来るんですね。ここと、それからこのプールの屋根とは大きな梁があって、この中間のこの床はこの上から吊られているし、下から吊られているし、支えられていると。それでここにある体育館のアーチは、これすごく高いそのライズがあるんですね。このライズっていうのは、アーチのその根元から鉄板までの高さがあればあるほど、そのアーチ効果が高いと。例えばこのライズがスパンの10分の1ぐらいだと、アーチ効果がだいぶ減っちゃうんですね。このように着地ところから頂上に上がるところまでの寸法がこういうふうにたっぷり出てくる場合は、このアーチはもう軸翼だけになって曲げモーメントが少なくなるので、こういう単純なパイプでおしまいでいいのね。これを支えている梁そのものは、こういう平たい屋根だから、かなりその大きな梁が出てくる。それはこういうトラスにして作るということにすると、建物のその性質と、それからこの体育館の構造がぴったりこう来るじゃない。片側は観客席で、片側は舞台だと。学園の演出が上手にできているようになるので、そういう構造にしたんですね。それでこの屋根の鉄骨の話が、まあ、さっき言ったように、この非常に軽快なアーチがあって、それを結ぶ梁があって、そこにさらにこう大きな梁がこういうトラスでかけるという仕掛けになってるんですね。
それが体育館をこの4つの視点で全部支えることになっている仕掛けができているんですね。ここにあるこの梁はこういう大きな、こういうほとんどもう鉄筋に等しいような華奢な鉄骨にしていて、大きさだけは大きくしといて、そこに屋根を張ると。そうするとね、このところが観客席の大きさなのね。そこから観客席からゴーンとこう上がってくる。この梁がここの辺りでこの半直線がドーンと上がってるんですね。でこの最上階の体育館、あ、これは一番下のプールですね。プールのところはこの斜めの格子張りがあって、上の柱を支えているんだけども、それでこのプールを支える。この下がね、地下だからこういう構造にしてて、実際にできたプールは電気をつけないと使えないぐらい、体育館の観客席、生徒が座ってこの体育館の競技を見ると。この向こう側は舞台になってるんですね。まあそういうことで、その複合的なその体育館をここで実現したと。やっぱりその近澤さんと SDGs の関係が非常に良かったの。それでもうお互いにね、いっぱい案を出し合って、ああでもないこうでもないして、それでいろいろ選択して決めるから、まあ結果的にはすごいその満足のある施設ができたのは間違いないんですね。それでだから近川さんのその力量と当時も SDG が持ってた力がちょうどぴったり合ってた時代で、それで完成しても皆さん満足でできたと。それでもう次のプロジェクト行こうとか、そういうことを言ってた時代ですね。